Thank you.
マジです。ね。あ、それThank you.
ちょっとでかい。
よって。
Mike. いつも学校行くときに乗る電車そのまま乗っちゃって、でなんかつい駅に着いて、俺初めてさ反対側に乗ってるみたいな気分。いやもうマジ焦った。遅れたかと思った。でもなんかいつものまんまこう普通に乗って、その駅着いて次の乗り換えようかなと思った瞬間に止まっちゃった思考が。あここちげえみたいな。危なかった。どこでやるんですか。え？今日はコート？あ、4番。え、いくつか分かる？見える？6001。あ、ちょっと待って。早くない？それはやられた。何そうだね。すげえ進行早いんです。かけるさんでも。あ、もうここにしてる。歩いてきたからアップしちゃったもん。歩いたら同じです。長くね。ガチ歩いてさ、6分もかかるんじゃないか。計算ぐらい箱買ったら全部吹っ飛ぶ気がしますけど、ね、収まってますね。全然なんか年末って感じしないの。一日っすね。今日は何食うんだっけ。すき焼き食ってたな。今日無事故無違反で帰ってすき焼きっすね。なんかだいぶいい打ち合いしてるな。暑いっす。明大生よ。暑いっす。明大？僕？いや、出ます。あいつ明大なの？時期。あいつ明大行くの？これ今日食べて。はい。へえ。あのその前に日大上がるかと思ってた。あ、そうですね。でも日大そのまま上がる人いI'm
ボール軽すぎだよ。絶対アベマ TV でフリースタイルダンジョンを見る。入るわ、これ入る俺なんてやばいもんね、ガッチャガチャだし、ぐっちゃぐっちゃだし、日によって入らない入るやばいからね。サブだけの話だよ、ね、やっぱ
3だよ。ファーム見せる。バランス使っとけばよかった。靴だけ。
はい、靴ニューバラなんですよ。で上パラで。どういうつながりやん。練習の頻度による週3でどれくらいやればいいの。俺らあんまりでも週3で1日練なんですよ。オンコートでトレーニングまですると結構もうきつい。まあ、靴の使い方による。すぐ横穴開くやつはもうダメだと思う。斉藤とかだって靴紐が先に終わるもん。靴新しくても新品の靴履いてきて2日ぐらいで靴紐切れてる。出ますか。まあ、ですよ。出るんじゃん。でも、慶応はでも普通の学部に入れてくれるんでしょ。でも、マジだろ、ほら。そこから。バレバレだ。アイデンってバレバレだ。そこから辺だと俺らがマジにしてます。学校だけで選ぶな、慶応の方行った方が。明治か。明治も行けた。明治か、中央。法政もそこからだから。杉明と同じ系で明治なんで、ちょっと腹立ってない。ここに明治明治誰、こいつはハズミと須田子。ああ一番ああ、去年よりも誰かに来たんだよ。望月総達は俺ら神じゃない。最高いただきましたね。あれ変だよ、これ選んでる。明治のセンスがどんどん枯れてる。勧誘する人のセンスが枯れてる。明治戦略として数えられるんだってさ。あいつじゃん、鈴木優ってさ、あの吉見とさ、池添え本領、あと誰とか言って、あとあいつ左利きのさ、いやもうこんぐらいじゃん。絶対2号するよ。誰が1号、どこ1位になるか。あの子のことしないんじゃない。あれでも何を作るんでしょう、留学生。だからそれはもういいじゃん。じゃあ編集じゃないと勝てるじゃん。2通貨でも2通貨とアジアになるよ。それが面倒くせじゃん。日大は確実に強いじゃん。むしろワンチャン一部早稲田倒せちゃうじゃん。 ATP なんか意外と勝てるよ。200位だったら、200位、
300円っていう噂です。は？マジか。え？フィリンジ300円。日本に売りながらいいよ。うん、日本くらいだな。ちゃんとプロになったらいいよ。え、これもうダメじゃん。だって200円って言ったら、だって1山、1山より売るよ。どんどん噂っつうのはでかくなってくるんですから。あんま当てにならないですよ。だってランキングだけで言ったら日本の日本のもう6とか7とかそんな無理だね。しかもそんないたんだって。そんな正規だけでいいのかな。そうっす。そうだよな、どう考えても。だって相手にさほぼ大と錦織ぐらいだから、アジア人の200人です。そんなこと言ったらさ、まともにさ学生が相手になるなんてさ、マサヤ、島袋、モチズキ、てかもうなんかその辺じゃない。そこも、そこも危うい。危ういな。200位ですね、200位。もう話が、モチズキ、モチヤマに負けてくからな。200位は誰に使ってんの。どういう話があってそういう流れになったのか、200位は。めちゃくちゃ金を出す、遠征費を、もう遠征にどんどん出てなんだろう、大学リーグだけは聞く。でも大学は結局さ、帰るってことは授業を受けるんじゃない。え、もうなんかそれはただの雇い、雇いじゃん。そんなことにできない。そんなことやり始めた。駅伝の黒人の先生に多分授業を受けるんじゃない。え、そんなこと言うかいの。実際なんか規制かかるよ、200位だったのかな。何を言う日本に来てるの。時代はでもそれ以外2人ぐらいだったなんとか、はい、足川ぐらい。足川、あ、西田、そっか、足川いる。足川が全冠したらしい。あ、そう、あ、同じ1年。もうすで、いや、日大ね、日大の全員もすでに倒したらしい。それは堀切も、はい、堀切さんも倒したらしい。堀切どうした。堀切さんなんか、最近通じた。あ、分かんない、とりあえず春川は、それで臨海できるから、まあいいんじゃない。緊張しなきゃいけない。完全に名前負け。緊張しちゃう。奥見えるよ。さっき、603で。団体戦とかにいたもん。なんか2部サークルじゃん、応援が。だって中入るんだよ。ソフトテニスのさ、団体戦じゃんな。サークルの団体戦は同じです。うん、そういう店に打たれたってなって、サークル持ってきてポイント1ポイントか1分超えるわ。インカレサークル、サークルのインカレありますよね。あるよ。練習できます。俺ら負けたよ。負けました。誰に負けますか。団体戦はね、個人あるの。個人あるよ。え、でも PCB だったよ。PCB って、あ、PCB 取って守った。え、アンバーに負けました。負けたの。はい。あ、メンツでついに陥落しました。あのメンツ山本優太さんとか。山本優太さんは気持ちでしょ。いや、優太さんよりも多分芝は翔平さんの方がいいな。翔平さん多分今は鬼強いっすよ。マジで。何やってるの。そんな人たちがサークルに東京海上日動の今一番手の人。もう一度違います。あの、そういう見えやすいから。ん？あれ、香川。香川？香川にダブルスで勝ちます。翔太さん。香川なんですか？軽井沢。よくあれもね、どうせ今チャンスしてない。なんか性格が5年くずらしい。最近、試合怖いもんだって。ああ。審判の滑稽で審判の上にここラケットになるから。おぉ。すげえ。これ、昭和の森でボーラーじゃん。江原くんってやつって、切れて、ラケット、ここに。鈴木隆夫のシングルカツだ。飲みすぎて、飲みすぎて、飲みすぎて。鈴木隆夫ってもう、そうですか、まだ。わかんないけどさ。やりようによっちゃワンチャンありそうじゃないですか。もう39だろ。そんなこと。私はいけないんですよ。
翔平さんはやばい、俺らしい、俺やりたことないけど一緒に気になるだけいいし、ちょっと席するとこうやってね、こうやってくれる。けど、マジです。帰れますよ。ジンさんにはシングルストア終わった後にノンレストで行けば。1時間半最大。取ってもらって大丈夫ですよ。いや、ちょ俺も早く、マジ早く撮ってる。1時間ぐらいで収めてもらえる。だって今日、あれ今日なんかファッション、はい。寝たいんじゃない。ちょっとまあ最後まで見えないから、ね。あ、そっか。毎年最後まで見えない。なんか試合あってもなくて、結局眠くて寝ちゃうの。いよいよそこまで来てられない。逆に言うよって言えないから。ああ家族がそれを食べてる。俺に。うまい。うまい。遊んでた。え？だいぶ遊んでねえ。むちゃくちゃ早いよ、お前。何が？終わるの。終わるの早くていいですよ。守れてなかったもんね。いや、あんな球、いけすねえ。フォアハンドやべえと思ったもん。
何に座ったかってやってんの。フラワーズの中にI'm going to go to the hospital.
やばい。パパラッサ。パンクしそうだ。パンクしそうだ。パンクしそうだ。このダットの人なんか当たり前。そうですね。